ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。今回私は房総の村というところに行ってきました。まあ行こうと思って行ったんじゃなくて、まあその近くをね、歩いてたら、偶然たどり着いた。ここだったんだっていうぐらいな感じです。で、房総の村って何なのって思う方もね、多いと思うんですけど、千葉県立の体験型の博物館になっています。で、入り口入ってすぐにね、今映ってるこれ、昭和の街並みっていうのがね、再現された建物になるんですけれども、一軒一軒ですね、食べ物屋さんだったり、体験施設だったり、っていうことになってます。それでね、体験施設なんですけど、私今回何も体験せずに帰ってきてしまいました。で、以前ですね、子供が小さい頃に連れて行って、ことがあるんですけど、その時も行き当たりばったりすぎてたどり着いたら夕方、体験はもうすべて終了、何もできることできません、施設を見ることはできますよという形で入ったんですけど、まあ結局ね、子供たちにしてみれば体験しなかったら面白くもなんともないんですよ。で、お父さんつまらなかったっていう印象しか残ってないみたいなんですけど、まあこちらね、再現された建物だけじゃなくて、まあ一区だと思うんですけど、国の重要文化財だったり、県指定の文化財っていうものもね、ありますので、それを見るだけでもね、一見の価値はあるのかなと思ったりもします。それとですね、まあここは、有名な某テレビ番組のですね、追いかけっこやるような、番組のロケ地になってたりします。なのでね、見たことあるよーっていう人もね、もしかしたらいるかもしれない。それをね、見たとき、うちの子はね、ちょっと興奮してましたけどね。あー、ここ知ってる、房総の村じゃんっていうね、いう感じでね、盛り上がってましたけども、じゃあもう一回行くっていうと、いや、行かないって言われるぐらいの感じですね。なので今回ね、子供たち誘うこともなくね、一人で行きました。それとね、ここ体験型で農業体験とかできるんですけど、多分ね、ここの畑で取られた大根だと思うんですけど、1本50円で売ってました。50円安いですよね。その後ここで買わずにスーパー行って買い物したんですけど、140円の大根を買う羽目になりました。なぜここで買わなかったのかとね、ちょっと後悔してしまった私でございます。